すいません、定食ください。定食は何があるんです？ティータイムセットと同じだ。特別セットは何？スピードセットと大体同じ。スピードセットは何？スピードセットはランチと同じだ。ランチは何があるの？ランチはディナーと同じ。じゃあディナーは何？ディナーは定食と同じさ。あ、そう。じゃあ定食を2つ。今日の定食はおすすめですよ。定食は売り切れた。じゃあ特別セット。特別セットは何がある？特別セットはランチと同じ。ランチは何がある？ランチはだいたいディナーと同じ。じゃあディナーは何？スピードセットと同じだ。スピードセットは何がある？はあ、スピードセットは定食と同じだよ。定食はないって言ったでしょ。そうさ、定食は売り切れだからランチにしたらどうかな。うまいよ。ある日マクダルは砂浜で空き缶を拾いゴミ箱へ捨てました。マクマグがそれは君の缶なのと聞いたので、マクダルは違うよと答えました。別のある日、マクダルは公園で風に吹かれて倒れていた花を直してあげました。マクマグがそれは君の花なのと聞くと、マクダルは違うよと答えました。またある時、マクダルは窓を開けて閉じ込められていたトンボを逃がしてやりました。マクマグがそれは君のトンボなのと聞くと、マクダルは違うよと答えました。マクダルは緩んでいた水道をしっかりと閉めました。残ったパンを公園にいる鳥にあげました。地面に落ちたおしゃぶりを拾って赤ちゃんに返してあげました。拾った片方だけの靴下を落とし物預かり所まで届けました。大雨が降った後、道にいたカタツムリを木に戻してあげました。マクマグがそれは君のカタツムリなのと聞いたので、マクダルは違うよと答えようとした。ちょうどその時、すってんと転んでしまったのです。ああ、マクマグはマクダルに駆け寄り、怪我をした足を心配そうに見つめました。するとマクダルがこう聞きました。これは君の足なの？マクマグは違うよと答えました。マクマグは絆創膏を取り出すと、丁寧に傷の上に貼ってあげました。マクマグはマクダルに手を貸して、二人は花を見ながら歩き始めました。トンボ、カタツムリ、そして怪我をした足、みんな春風の中で
ゆっくりと揺れています。みんな自分のものじゃないけれど、花やトンボやカタツムリや怪我をした足、みんな自分のものじゃないけれど、ゆっくりと吹く春の風と同じリズムで揺れているのでした。マクダルがスクリーンに登場。授業中におしっこ漏らすかなんて、お前はうんちを出すお尻より怠け者だ。ほらほら、泣くのはおやめ。ママが言い過ぎたよ。僕はチキンが大好き、大大大好きなママと一緒に大大大好きなチキンを食べるのが大好き。ねえメイ、僕とお尻どっちが怠け者だと思う？もちろんあなたの方が怠け者よ。ママはこれからお前を武藤山へ連れていく。うん。中国で記録的大ヒット。大好きなママと別れて世界一の子豚になるためにマクダルのカンフー修行が始まった。僕は君のママから君の世話を頼まれた。目指すは子供武道オリンピックの金メダル。そんなにうまくいくかな。君たち一斉にかかってきなさい。もしもだけど、私が大きくなってマクダルに再会して、もしあの時のまま力持ちでお人よしでまっすぐでおバカだったら、マクダル、そこはいつも大切な場所。マクダルのカンフー幼稚園、ぜひ映画館に見に来てくださいね。